ページの欠けた部分を補修する方法です。欠けたページと同じ程度の厚さの和紙を使います。厚いページの場合は、和紙を2枚貼り合わせて使うこともあります。表紙から見て、裏となるページを上にして資料を置きます。ページの下に捨て紙を敷きます。 捨て紙は色のついたものを使うと、欠けている部分がわかりやすくなります。紙の目に注意します。資料と和紙の目を合わせるときれいに仕上がります。和紙はザラザラした面が裏面です。裏面を上にした和紙を欠けている部分に重ねます。和紙は角から少しはみ出るように置きます。 筆先に水をつけて、かけた部分より3ミリ程度大きめに和紙に線を引きます。筆には水をつけすぎないように気をつけましょう。水で引いた線が、乾かないうちに和紙を横に引っ張り、食い先を作ります。上に引っ張るときれいにできません。食い先は、 和紙の切り口に毛羽を出すようにしたものです貼ったときに資料に馴染みやすくまた貼った時の段差を目立たなくさせるといった効果があります糊を用意します糊は適切な濃さにするために水で溶きます糊の濃さはポタージュ程度です 和紙に糊を塗っていきます捨て紙を敷きます筆の余分な糊はよくしごいてから和紙の表側の端に糊を塗ります和紙の毛羽が伸びるように内側から外側に向かって幅3ミリ程度に糊を塗ります糊はかすれないようにまたべったりつけすぎないように均等に塗りましょう 和紙を貼り込んでいきますページの下にクッキングシートを敷きます和紙の糊をつけた部分をページの欠けた部分に合わせるようにして貼ります和紙は角から少しはみ出ますがはみ出た部分は後から裁断しますはみ出た糊は晒しで軽く押さえながら拭き取ります クッキングシートをかぶせますクッキングシートの上からヘラの平らな部分で軽く押さえ和紙をページになじませますクッキングシートを挟んだまま表紙を閉じます表紙の上に板を乗せさらに重しを乗せて乾燥させます目安として 1>, 1時間くらい置くと良いでしょう。ページを開いて、糊が完全に乾いていることを確認します。ページからはめ出ている余分な和紙をカッターで切り落とします。ページの下にカッターマットを敷きます。定規を置いて、 資料を切らないように注意しながら切り落としますこれで出来上がりです